社あって、智弁と明徳もあるし、星稜もあるから。星稜もあるしね。ここで、ここで、パワー見ながら、見ながら、見ながら。あと2日目ってことは、実は見てますね。見てます、見てます。勝ててますよね、旭川。見てますね、ちょっとだけ。あれ、まだ月がある。選抜とかはいけそうですけどね。そうですね。だって。いいことしてる。近畿大会とかで明石町とかで当たってしまうと負けたら出てこれんすからね。1回戦で9時とかで。分かる。そうだよね。九南校でやるね、近畿大会で。そうベスト4で確定。全国であるね、6国かなって2国っちゃうもんね。そうですよね。ゆりかかですか。ゆりかかですか。こうやれんの好み。関東の 5.5 と 1.5 でしょ。東京と関東違いますもんね。菅生の方が出てほしかったんですけどね、選抜は菅生の方が。本物の匂いがしますね、坂下君。やっぱりヒーローになる人はやっぱりね、それなりのありますね。こいつのイレギュラーバウンドからでしょ、この回。バーストの強く、なんか、そうだよ、不安の子。いや、エラー、どうですかね。エラー。ただ、初球いけ。うわー、難しいですよね。絶対初球って入ってくるんだから。変化球2つでしたね。このままで完璧であと3回バッターないやんか。そう。知りになってピッチャーいねえんだ。自分もあの左の子頑張るしかない。またありますよね。何に張るかですよね。おー、まっすぐ待ってましたね、今。頑張れ。待て
ました。ひっくり返したお兄ちゃんも言っといたらお兄ちゃんすごい当たってくれた。なんだよ、もうダメだ。最悪や。よし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 。今までもう一回したね。